はいどうも皆さん、こんにちは。ムーポンです。今日はね、ついにお城のステージなんですけど、このアイスムーチョヨッシーで、鼻の穴が相変わらず大きいよね。まあ基本的になんかヒーホーと同じようなフォルムなんですけど、まあまあまあ氷が吐けるかの差分って感じで、あのお城行きましょうか。これお城だけなのかな、さすがに。あ、そんなことはないですね。っていうかあれか、もうここが全部お城の中って感じなのかな、もしかして。で、このスペシャルはなんか目が2つついてるような感じだけど、何なんだろうね、平方形かな、おそらく。まあまあまあ、そこはそのうちっていう感じなんですけど、まずは6-1やっていきましょうか。チュッパイダー、コチュッパイダーの木なんだ、そのチュッパイダーとコチュッパイダーって。で、今どれでもただなんですよね。だったらアイテム引き寄せ、アイテム引き寄せか。隠れているものが見えるよ。これで行こっか。よしよしよし、せっかくなんでね、ただの間は安いポチじゃなくて安いポチではなくて、高級バッジをね、ちょっと装備していこうかなという、ケチの表れではあるんですけど、なんか蜘蛛の巣みたいな感じですけど、チュッパイダーっていうのはなんかその蜘蛛っていうことなんですか。え、登れなくね。あ、はあ、なるほど、ここが掴まれるんですか。へえ、こっちはないか。ないね。じゃあこの下気になるけど、何なんだろうね、謎の下スペース。まあ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 、いけないならばいけないでしょうがないんですけど。めっちゃ笑顔、楽しそうやな君。食べちゃうよ。で、あ、ちょっと待って、え、捕まってるやん、やばくない、あれ何、ハートみたいな。あ、なんかこのチュッパイダーっていうのがぶつかったらなんかポヨンってハートが出るんですか。どういう原理なんだよくわかんないけど、ヘイホーはとりあえず、まあ助けたそばから食べていくと。あっちは何もないか、さすがに。で、こっちのチュッパイダーにぶつけて相打ちさせる。で、こっちもぶつけとっか。で、飛び移って、あ、ヨッシーのお尻で消えた。っていうことは基本的にはあれなんですね、当たり判定はあんまり強くないみたいなんで。お、え、こんなところにも隠しがあるのか。じゃあま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 あ、チュッパイダー食べて飛ばすと、お、こっちに入れて、あ、早速フラワーがあるね。で、獲得して、で、登ると、よしよしよし。で、ここで弾も補充できるんで、オラ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 ってしましょうか。で、その辺のビーズとかはもう打ちまくって回収ぐらいの感じでいいような気もしますけど。で、あっちすごい揺れてるんですよね。わー、なんだあいつ、でかくね。どっかでピロリンって言ったんですけど、これ絶対当たったら食べられそうな大きさですよね。でもこれ倒したらこの蜘蛛の糸がなくなるとか、そういう系で積んだりとかしないですか。そんなことない。あ、で、隠し見っけ、ここか、ピロンって言ったのは。で、回収して、で、まあまあまあ、ここで引き寄せられながらなんかぶつかってるね。で、あ、ヒーホーがまた捕まってるんで、あはは、倒しちゃった。で、なんか左入っちゃったけど、あ、ドカン、あ、チュッパイダーや、やったぜ。じゃあ彼を使ってペット、あ、はあ、なるほど、あー、なるほど、そういう感じか。ノーコン、うわー、しかもそっち持っていかれた。ちょっと待って、違うんです、違うんです、違うんです。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。オッケー、オッケー。ズルはなかった。ズルしてないですよ、僕。で、食べて、で、
これもゼロ距離でペッて接射しましょうか。よし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 。で、繋がった。で、もう一回ぐらいこのギミック遊べるかな。あ、毛糸出ましたね。よし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 。じゃあ、ここ回収して、ヒュー。一番上取れなかった。まあ、光ってなかったんで、特段必須ではなさそう。あ、捕まってますね。捕まってる横で。え、ちょっと待った。そっちも食べれるんか。おー、なるほど。じゃあ巻き取りを解除もできるんか。ってことは2度美味しいですね。で、うわ、トゲ。トゲ、トゲ、トゲ。大丈夫、それ。大丈夫ね。乗っかってても、まあ、ひっつくことはないんで、まあ、単純に渡るの失敗したときに、残念でしたっていう感じなんでしょうね。怖い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 。近すぎ、近すぎ。で、くるくる回ってるんで、こっち乗り移って、このチュッパイで扱うでしょ。そんなことない？そんなことないか。で、隙間があるんで、気をつけないといけないが、どこどこどこ？今ピロンって言ったけど、え、ちょ、当たり判定あるやん、当たり判定あるやん。なんでさっき？あれか、ヨッシーが上になったからお尻で潰せたとか、そういう感じなのかな。で、隠しが、いない。いない。あー、ここか。オッケー。オッケーじゃねえ。オッケーじゃねえ。チュッパイだ、食べて。で、ペッて吐き出す。あ、フラワー獲得ね。順調、順調。で、ちょっと気になるんで、試していいっすか。試していいっすか。高さ合ってないんですけど、みたいな。はぁ。別になんとも、みたいな顔してますね。倒せないのか、あいつは。結構手強いね、じゃあ。あ、ライフに変わった。まあ、ただここはもう、ケイトは、もう、無限に獲得できるんで、特に気にすることはなく、で、ただこのギミックプラス、動いてる敵って結構怖くね？おお、隠しがあるね。ちょ、高さがギリギリ。今完全に上のやつに捕まったかなと思ったんですけど、なんとか、当たってはなかった。かな。まあ、特に意味もない暴力をチュッパイダーを襲うっていう感じではあるんですけど。で、左が、うわ、危な、危な。ああ、ただ、ハンコだけかな。で、ん？ちょっと待って、降りれなくなった。ああ、オッケー、オッケー。で、タイミングが、ちょっと待って、通り過ぎたのを見て、進んで、ジャンプして、で、踏ん張りで越えて、で、高さが足りないならば、こっちから、ハンコは回収しましょうか。よし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 。で、ジャンプして、ジャンプして、越えていくと、オッケー。で、揺すってるね。揺すってるね。まあ、ただ、こっちのチュッパイダーさんは、別に害はなさそうなんで、一旦ここで渡ってしまって、で、ヘイホーを救出。救出と名打ってもう落下させるっていう。まあ、今回はお尻で潰したんで、ある意味救出みたいなところはあるんですけど、ああ、危ない。危ない。ヘイホーに助けられたね、むしろ。で、中間と。結構続きそうですね、今回。で、ちょっと待って。壁がある。っていうことは、上まで行って越えないとダメか。じゃあ、こっち渡って、で、飛び移る。あー、また、ちっちゃいチュッパイダーいますね。あ、チュッパイダーってあれですか？なんか、キスをしてるとか、そういうあれですか？そういうチュッっていうことですか？ぶつかった瞬間、ハートがチュッってなるっていう、そういうあれですか？なんかね、多分そんな感じなんじゃないかなと思うんですけど、よし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 。なんとか、まあ、走行してるうちにケイトも回収できて、で、今、とりあえず口に補充はしているけど、左、ほどけるところがあるね。じゃあ、あ、ぶつかった。一旦ここ、高さを調整して、で、ヘイホー落ちていった。ふっ、ふっ、ふっ、ちょ、離す。危ない、危ない。下は安全。で、次。こっちジャンプ台、乗り移っていく。で、食べて、で、
あーまた一人ブラブラしているけど、足んないですか。じゃあ一旦ちょっと右行きますよ。うう、よー、あ、おっきいやつ、あった、あ、ダメじゃん。接触してなんか今すげえ大丈夫みたいな雰囲気があったから行ったろかなと思ったんですけど、全然ダメでした。じゃあまあやっぱり当たらないように回避して、これ兵法じゃね、なんだこの大きいの、え、おー、ぶつけたらビーズがいっぱい出てきたけど取れなかったよ、ほとんど取れなかったが、一旦こっち乗り移って、なんかキラキラしてる、あーそこ開いてるね。じゃあ高いところから乗り移って、で、あ、またしても網があるけど、うう、右が行けない。あ、ただ上には行ける、よし。じゃあね、ケイト回収して矢印に従いましょうか。おー、何が違うんやろ。あ、フラワーがくれるルートとくれないルートっていうことですよね。結構ケイト取れてないっすよね。今気づいた。意外と行ってなかった。なのでまあしょうがないんだけどね、これ結構タイミングありますよね。まあ右にフルで行ったタイミングで乗り移って、で取って、ふっ、で乗り移ると、よしいた、ちょっと待って、よーし、とりあえずは4つ目でゴールかな。あー、ゴールですね。フラワーは取れたけどヨッシーは集まらんかったパターンか。まあ、しばらくはこのムーチョヨッシーでやっていけと、そういうあれですよね。まあ、あのゲームからのお達しというわけで、で思ったよりハンコは取れたけど、なんか隠しが見れるよっていうのに関しては、あのフラワーすごい集まりやすいんですけど、ケイトは意外と取れなかったですね。まだなんか調べきれてない範囲があったのかもしれないですけど、次のステージと、お、待ち針が刺さりましたけど、え、これどういうこと、なんかお前もこうしてやるぞっていうひどいメッセージなんじゃないですかこれ。油断してるぞ、お前もこうだぞみたいな、あー、コアモテさんにあのお前もこうしてやろうかっていうメッセージを送られてるんですか僕は。いやー怖えなこれ。ということで、まあ次回はこのコアモテさんにまたムーチョヨッシーでやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回でお会いしましょう。またね。